羽曳野にあります中村ぶどう園さんに来ました。ぶどうのフローズン食べたとこですごく美味しかったです。そこにかかってたあのフルーツソースがこれですね。こちらのお店のオリジナルみたいです。この藤井寺市にある沢田八幡神社というのはとてもちょっと面白いというか変わってる神社で、その理由をちょっと見ていってみましょうか。ずっと参道を歩いていきます。そうすると参道の途中に踏切が実はあります。近鉄の南大阪線の線路ですね。今ちょうど電車が来るところです。来ました。切りが開いて電車は向こうに行きましたね。で踏切を渡ると沢田神社の本社っていうんですかね、こちらが神社の建物があります。すごい、振り返ってみても鳥居からこちらまで100メートルぐらいかな、伸びてる参道の途中にこうやって踏切があります。よいしょ、はい、結構歴史のある神社ですね。こっからの景色どうですかね。すごく趣があっていいところですね。すごく静かです。今日日曜日なんですけど人全然いない感じで、やっぱ